どうも皆さんこんにちは、フィンです。今回はこちらのユナイテッドビーズのボトムペインケースを詳しく紹介したいと思います。まずこのペンケースは結構僕のお気に入りのペンケースの一つでもあって、そのお気に入りの理由なども含めて、動画にしていきたいと思います。でまず一番僕が使ってていいと思ったところは、とてもたくさん入ります。見た目はコンパクトでとても小さく見えるんですけど、見た目の割に結構入ります。どのくらい入るかというと、このくらいは入りますね。今僕がボトムペンケースで買ってる中身なんですけど、このくらい入りますね。それでこれは牛革でできていて、デブーという昆布牛の革なんですけど、本当に高級感があってかっこいいですね。結構革の匂いも強い感じです。グローブみたいな匂いがしますね。そしてこの革はすごい分厚くて、ペンが、ものすごく守られてる感じがしていいですね。そしてこちらは後ろにこのような段差というか、こういうのがあって、机に置いた時に若干自分の方を向くのが結構いいですね。ちょっと何言ってるか分かんないと思うんですけど、これがどっちかに向いて、ちょっと斜めになるんですよね。そして斜めになることで自分の方を向いて、取りやすくなったりして、そういうとこも僕は結構気に入ってますね。そしてこのチャックは YKK 製なので、とてもストレスなく開け閉めすることができます。YKK 製とは、チャックの有名な会社なんですけど、本当に有名な会社なので、使い心地はとてもいいですね。で僕が実際に使ってみてちょっと感じたことは、中にこのような感じになってるんですけど、粉みたいなのがペンにつくことがあります。そして、結構革の匂い強いんですけど、たまにペンに匂いが染みつくことがありますね。そこまで気にすることではないと思うんですけど、その辺は注意した方がいいかなと思います。でこちらの価格は3024円という、革にしてはこのくらいの値段なら手が出せると思うんですけど、5000円以上とかそういうのになると、ちょっと手が出せずに終わってしまうことが多いんですけど、こちらは3000円という価格で、決して安くはないですけど一般的な値段かなと思います。こちら Amazon のレビューも結構良くて、実際に見てみるといいかもと思います。そして、色はブラック、キャメル、ネイビー、ブラウン、レッドがあります。こちらはキャメルですね。茶色の少し明るい感じの色です。僕はこの色が一番かっこいいかなと思ってこの色にしたんですけど、こちらにして正解でしたね。そしてチャックの部分にはユナイテッドビーズのロゴマークがありますね。こういう細かな点にも手が込んでるデザインがとても僕は気に入ってます。まとめますと、コンパクトな割にはすごく入り、そして3000円という価格で値段もそこまで高くないので、ぜひ買ってみるといいと思います。こちら結構使ってる人多いので、そちらの方の動画も、見てみるといいかと思います。少しでも参考になったら幸いです。質問などありましたらぜひぜひコメントください。今回もご視聴ありがとうございました。それでは次の動画で会いましょう。さよなら。